母なる太陽と3つの惑星を持つグラール太陽系。これまで幾多の危機に見舞われたグラールだったが、4つの種族が協力し合うことでついに平和な時代が訪れようとしていた。しかし絆が無限の力になる。進化を超えたインフィニティ級 RPG ファンタシースターポータブル2インフィニティ。ファンタシースターポータブル2インフィニティは自分だけのキャラクターを作り、主人公となって危機に瀕したグラール太陽系を救う RPG。 プレイヤーは多彩なフィールドを駆け回り、簡単で爽快感あふれるリアルタイムアクションバトルで行く手を阻むモンスターやボスを倒しレベルアップしていく。遊べるモードは3つ。ストーリーモードでは民間軍事会社リトルウィングのメンバーとしてグラール太陽系の危機に挑む。インフィニティポイント。新キャラクターが登場する新たなストーリーを収録。新種族デューマンの急増、原生生物の突然変異、そして確かな使命を胸に旅する少女。今まで明かされなかったファンタシースターオンラインとの関連も明らかに。マルチモードではアドホック通信を利用して友達4人で協力プレイ。1人では困難なミッションも4人なら怖くない。インターネットマルチモードでは全国のプレイヤーとチャットや協力プレイ、対戦プレイを楽しめる。インフィニティポイント。インターネットマルチモードにはビジュアルロビーを採用。チャットはもちろん、ダンスやポーズなどさまざまなロビーアクションで盛り上がろう。プレイヤーは1億通り以上のバリエーションを持つ最強のキャラクタークリエイトシステムで自分好みの主人公を作ることができる。インフィニティポイント。選べる種族はヒューマン、ニューマン、キャスト、ビーストの4種族に加え、新たにデューマンも登場。他の種族を圧倒する攻撃性と特殊能力インフィニティブラストを体感せよ。インフィニティポイント。新機能転生システムならボーナスポイントを割り振ることでより強い状態でレベル1から育成し直すことができる。転生を繰り返してキャラクターをどんどん強力にしていこう。バトルは簡単操作で爽快なリアルタイムアクション。プレイヤーの行く手を阻む個性的なモンスターや巨大なボスをなぎ倒しアイテムを手に入れよう。インフィニティポイント。新モンスターや新ボスが大量追加。ファンタシースターオンライン10周年にふさわしく懐かしのあのモンスターも登場。インフィニティポイント。新アイテムも大量追加され、なんとアイテム数は3000以上。さらに武器合成によって属性を強化することもできる。膨大なアイテムがコレクター心に火をつける。ポイント。今作最大の特徴の一つが新システムインフィニティミッション。フレンドサーチやインフィニティミッションでのドロップなど、さまざまな方法でゲットできるミッションコードを合成することで新たなミッションを作り出すことができるのだ。ミッションコードの組み合わせによってドロップが変化するので、うまく合成すれば手に入りにくいアイテムをゲットしやすいミッションを作ることもできる。まさにやり込み度は無限大だ。さらにマルチモードではルールに従いプレイヤー同士で対戦ができるバトルミッションや、制限されたレベルや装備で戦うチャレンジミッションなど、いろいろな楽しみ方ができる。またマイルームのカスタマイズも OK。 リフォームもグッズのディスプレイも思いのままだ。インフィニティポイント。さらに注目なのが新通信機能フレンドサーチ。街中で見知らぬプレイヤーとすれ違うことでミッションコードやフレンドキャラクターを交換することができる。フレンドキャラクターはフォトンアーツやアビリティ、オートワードもそのまま引き継ぎ可能。
コミュニケーションの楽しさはさらに広がる。インフィニティポイント新機能スクリーンショットを使えば仲間とのさまざまな思い出を写真に残すこともできる。インフィニティポイント話題のコラボもさらに充実。カーネル・サンダースがパートナーになったり、アイテムとしてカロリーメイトが登場するなど新たなコラボも続々追加。ゲーム発売後は毎週新しいミッションやアイテムの配信が予定されている。詳しくは公式サイトをチェックしよう。さらにユーザーの期待に応えて数々の要素を大幅チューンアップ。ファンタシースターポータブル2の全てのデータを引き継ぎ可能。数々のインフィニティポイントを加えることで無限のやり込み度を得たインフィニティ級 RPG ついに登場。絆が無限の力になる進化を超えたインフィニティ級 RPG ファンタシースターポータブル2インフィニティ。